ございます。今ですね、6時前ぐらいかな、江ノ島に向かってます。釣りをしに行きます。めっちゃいい天気だ。めっちゃいい天気。すげえ、いいじゃん。私もやるぞ。磯の方に移動してみます。タツオが一人で早朝に磯に行ったみたいなんだけど、風が強すぎてちょっと無理だったっぽいんですよね。今どうかもう一回チェックしに行きます。なんか波の勢いだろうけど、カニもゲットしました。まずいわけがない。いやでもウルメイワシって超綺麗だよ。青いんだよね。うわ美しい。イワシ3匹完了。本日の主役でーん。あ、35ぐらいだね。35だ。いやだ、これこうだから 35ってことにしましょうかね、うん、そうだ。いやー嬉しい、最高。あ、ここから切るの。でこれはアラ汁、アラ汁用。食う場所がいっぱいあるぞ。ある。頭もね、肉いっぱいあるもん。本当だ、めっちゃ入ってる。あ、やべ、ここだいぶ残っちゃった。そこ結構難しいね。ここ、あら汁が豪華になる。こちらが本日釣れましたワカシでございます。今ご飯炊け待ちなんだけど、これ鮮度が重要なんで、いただきます。いやー、今朝釣れたやつだよこれ。そうですよ。うまい、うまい。そりゃそうだけど、うまいよ。綺麗だね。こりゃね、あんだけのパワーが出るはずですよ。あ、引いた。このお肉からはめっちゃ引いた。一瞬になりそう。まあまだこれ半身だから残りは、うん、漬け丼ね、うん、あ、炊けた。ごめん、ちょうど食べ終わったところで炊けたな。第2弾カレーコースみたいだね。前菜で前菜で和菓子メインでこのカレー。あっこ、うん、レンズ豆のカレー。可愛いイワシが釣れたので南蛮漬けを作っていこうと思います。まず玉ねぎですね。実家から送られてきた玉ねぎです。めっちゃちっちゃいです。薄くスライスにします。こんな感じですね。で、人参細切りにしていきます。で、こちらが昨日釣れた可愛いイワシちゃんです。軽く水分拭き取ってから片栗粉を薄くまぶします。全体にこう薄くですね。今回すごいちっちゃいイワシなので、もう頭まで全部揚げちゃおうと思います。
OK、片栗粉まぶせました。お鍋にサラダ油を温めます。入れます。おお。イワシが入るギリギリのサイズ。これでね、両面きつね色になるまで揚げていきます。いい感じに焼き色が、もうちょっとかな。いい感じに揚がっております。じゃーん。しっかりキッチンペーパーで油吸い取ってあげます。これをですね、南蛮漬けにしていくんですけれども、最後に味付けです。お酒大さじ1、みりん大さじ2、酢大さじ2、醤油大さじ2。作ってる量が少ないんでですね、もうちょっと多い量調理される場合はそれに合わせてですね、量も調節してください。さっき切った野菜も入れます。OK、これでラップをして冷蔵庫で味を染み込ませます。本日は釣った魚のフルコースでございます。全部昨日釣った魚だ。そう、昨日釣ったイワシの南蛮漬け、昨日釣ったワカシのアラ汁、アラ汁、昨日ワカシお刺身で食べたから、そのアラでね、アラ半分お刺身で食べて、その残りを漬けにしておいたので、うん、これをご飯にかけて漬け丼。全部自分で釣った魚っていうのがいいね。素晴らしい。そして今日は千葉県のジュマンガメさんでゲットしたヘキカイっていうお酒もあります。青い海って書いてヘキカイね。ね、かっこいいよね、これ超かっこいい。かっこいい、さぞうまいんだろうね。うん、結構辛口のお酒で、最近紹介したの甘口のものが多かったからバランスがあれかなと思って、ちょっと辛口のものをゲットしてみた。腹減ったね、実は今日も釣りしてたからね、さっきそうそうそう。この様子はまた次回ご紹介するので、うん、乾杯。いただきます。うん、あ、辛口。辛口ってそういうことか。そうそうそう、俺辛口も好きだわ。じゃあ早速ちょっとこの漬け丼乗せますか。行こう。あー、美味しそう。今んとこ絶好調だね。うん、大満足です。遠出しないでずっと近場で釣りばっかしてそうで怖いよね。ありえるね。食べましょう。いただきます。うん、おいしい。最高じゃないですか。うまい。さすが。あら汁いこうか。三枚おろしにするときに、あの肉いっぱい残したから、ね、そうがっつりだ、これがっつり食べれるよ。こんな肉がついてる、この骨、頭にもお肉が、うん、こりゃいいね。いい出汁出てるな。これから秋にかけて魚も大きくなってくるから、このワカシも、うんうん、そのうちイナダとかソウダガツオとか釣るくらいでしょ。ソウダガツオとか釣れたら超熱い。ソウダガツオもね、そう、釣れる群れが来たら爆鳥の時あるから、うん、南蛮漬け、南蛮漬けをウルメイワシさんです。これ結構でかいね。うん、それ多分一番大きいやつじゃないかな。お、頭からいった。うまい。スーパーでさ、こんなにさ、いろんな種類の魚を買って料理してってなかなかできないと思うよね。結構高いし、いいですね。自分で調達、うまい。私も南蛮漬け。これでこんなうまいってことはね、うんうん、今日釣った魚はね、締めと持ち帰りの保存方法が完璧な状態だから、もっとうまいぞ。そうだね。明日以降は。昨日はちょっと氷の量とかも足りなかったよね。そう、昨日血抜きの時間をね、夢中になって30分ぐらい塩水に浸しちゃったの、釣った後。今日はちゃんと3分とか5分とかにしたから大丈夫。あと保冷剤の量も倍にしてね。うんうん、うまい。タツオがみなぎってる。漬け好きだな。漬け好き。生姜が効いてるのがね、美味しいよね。ご飯もおすすめ。でもなんか釣ると、いや、何かしら釣れる魚がいる。江ノ島でも、うん、ただ確率が下がるって感じなのかな。そうだね、全体的に、うん、やっぱ夏から秋がだいたいどの魚もいい。冬は、まあ、ロックフィッシュ、うん、メバルとかカサゴとかアイナメとかというのが活発かな。冬はサーフィン上達を頑張っても良いね。まあ寒いとあんまね、釣りに繰り出すのも億劫になるから。うんうん、寒いし釣れないとか地獄だよ。地獄。ウルメイワシっていいよね。かわいい。
もだいたいフィルターとのこの隙間みたいなところに入ってるけど、たまにこうやってね外に出てくる。なんかまた大きくなってる気がするんだけど、日に日に成長してるの。水草をつっついてる。その隙間に入った。